本因坊戦、第9期本因坊戦、第9期本因坊戦は、第8期終了後の1953年に開始され、1954年5月からの、本因坊高川収穫と挑戦者の杉内正夫七段による七番勝負で、高川が4勝2敗で本因坊を防衛本因坊戦では、初の3連覇となった。第9期開始にあたって、前期に続いて、 関西棋院の前年5段から6段に商談していた橋本昌司の予選参加を認めるかが問題になった。橋本の寄付を非公式に審査することになり、日本棋院の長老であり、毎日新聞イ員ご覧の解説を担当していた鈴木ため次郎八段が審査を行い、参加が認められることになった。予選トーナメントは、島村俊弘八段、杉内正夫七段、 瀬川義雄五段、鈴木五郎五段が勝ち抜いて挑戦者、決定リーグ入りした。前期シードは、北に実る、橋本太郎、坂田坂尾、宮下秀弘だったが、北にが脳出血のため病気休場となり、7人によるリーグ戦となった。杉内は第一戦で、瀬川、第二戦で、橋本第四戦で、坂田に勝ち、1954年4月の、 第5戦で、鈴木に勝って5戦全勝となり、この春に、女流騎士、本田久子と結婚したばかりの杉内が挑戦を決めた。本因坊の高川は初めて自分より、後輩の騎士を挑戦者として、迎えることになった。予想では五部五部と言われ、新聞見出しでは、波に乗っている杉内、高川には、勝負度胸の強みと書かれた。第1局は、赤坂、平屋で、 日の足兵の観戦機で行われ千番高川勝ち。第2局から第4局まで千番を入れ合って2勝2敗の対となる。第5局は高川の失着で引敗の形成となったが、その後杉内も誤り、高川勝ち。第6局も序盤は黒の杉内が優勢だったが、白が徐々に盛り返して逆転、シリーズ初の逆番勝ちとなり、 高川が4勝2敗で防衛して3連覇となった。高川は後に、この第9期を9連覇中の最大の危機としている。また高川はこの年に、第1期日本イ院選手権戦と第2期王座戦でも優勝し、三冠王と呼ばれた。さらに、第1期 NHK 敗走脱衣後トーナメントでは、準優勝、8段昇段もして、生涯最良の年とも言っている。杉内も、 高川と相次いで八段商段。杉内は対局中には無口なことでも知られ、第五局では二日目の夕方に伝統をつけてくださいと言ったのが二日間で唯一の言葉だった。第六局の坂木山順の観戦記では杉内さんは黙々と座ったままであった。高川さんは逃げるように立ち上がった。杉内さんはいまだ動かない。もう一度石を並べ直しながら、 村島さんの批評を聞く。わずかに残った新聞社の人も去って、広い対局室に村島さんと二人だけになったと記されている。第5局序盤について、高川はコミ語ですから、急戦を起したと感想で述べ、当時コミ語の布石研究が次第に進んでいたことを伺わせている。黒のわかりやすい進行だったが、白模様を消しに行った、黒いのしのぎ勝負となり、黒1が、 失着で13のところに打っていれば容易に生きていた。黒5のところで2日目の夕食休憩になったが、高川が夕食を取りながら、あと何手で投げようかと考えてましたと曲後に告白したように、大石は品種だったが、白20が悪く、右上の白の大石と攻め合いになる。この後も白にミスが出て、攻め合いは黒の勝ちとなって大逆転となり、 157手まで黒中押しがちとなった。第6局1から60左上の白12が、この2件高挟さみ形での高川の荒手だった。白26は、ぬるく、黒29まで黒がわかりやすい布石。白38は右下を守るのが急務で、黒43から47までで白の姿勢となった。黒十五から手堅く打ったが、白は、右上隅を荒らし、 中央も厚くして盛り返し、中央を消しに来た黒石を勝負手で取り込んで、好転させた。ありがとうございます。